さあ皆さんおはようございます。おはようございます。時刻は7時を回りました。5月19日木曜日、モーニングクロス堀潤です。宮島由子です。いや本当に涼しそうな、はい、ね、初夏を思わせるお姿、ね、爽やかという言葉は使っていけなかったんですね。そうなんです、うん、爽やかっていうのは秋の季語なので、はい、夏は清々しいなんですってね、一つ勉強になりました。勉強になりましたね、はい。